お疲れちゃんです。ラットです。ということでね、今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけども、今日はですね、こちらの、クロスボデッキを使っていきたいなと思います。で、こちらなんですけど、アイスウィズと、執行人ファルチェの、まあ、遠距離ですね。遠距離カードが2枚入ってるっていうね。まあ、そこはちょっと変わってるデッキにはなるかなと思います。普通、クロスボウだったら、ここは結構メガゴだったり、テスラだったり、まあ、あとはそのアーチャー型の高回転のクロスだったりするんですけど、またね、新しい方が今できたよっていうので、こちらをね、今日使っていきたいなと思います。はい。というわけで、これね、サバーカでファルチュの方を先ほど乾燥させたので、こっちでね、トラ上げしつつ使っております。で、今まあ実家なんでね、いつもよりは声あんま晴れてないかもしれないんですけど、まあそこはね、ちょっと、勘弁してくれよというわけで、まあこれ2枚遠距離がいることによって何がその他のクロスボウと違うの変わるのっていうのが、まああると思うんですけど、まあ、2枚いるとスペルでね、飛ばされた時に代わりがいるっていうイメージですね。ですので、アイスイズとメガゴとかが一緒だとライトニングでね、一緒に飛ばされて、突破されたみたいなことがあると思うんですけど、この場合ね、アイスイズがライトニングとかファイヤーボール、ポイズンで処理されたとしても、代わりにね、ファルチがいるというわけで、代わりにファルチで守れる。逆にファルチが飛ばされてもアイスイズで守れるっていうので、まあ言ったら中型スペルを枯渇させるっていうイメージですね。で、防衛クロスとかもできるので、いろんなところにね、使わせられるのではないかなと思います。スペルをね、これちょっとね、つらえ、うまくね、なんかさすがにそれはうまくね、あぶね、これ一発ミニメック入っちゃいましたけども、まあしょうがないかなといったところで、さっきスパーキーがね、もしかしたらファルチェ打つっていうのでスケルトン使っちゃったのが痛かったですね。よいしょ。相手はジャイスパの、ヤリゴブコウモリミニペ、ちょっと回転早めなのが厄介ですね。ですので、まあ、防衛クロスしつつ、ワンチャンスケルとか今来たら泣きそうだったけど、これワンチャンファイブ来たら、急いでファルチェ出して、カウンターで、OK? これ、このカウンターでクロスボウ置けると最高なんですね。こういうことですね。アイスリーズとかが、ファルチェとかで、違う、ファイアーボールとかで、ね、突破されると、なかなかね、カウンターにも持っていきにくいですし、これはミニペックかな。よいしょ、防衛もね、なかなか難しいっていうので、うん、ミニペッツで。あ、でもナイトが入ってますね。なんだかんだクロスボウ一発も通してないんですけど、右側にダメージ入ってますね。これはファイアーボール警戒ですね。ファイボでクロスボウとタワーが巻き込まれないように、離して、防衛クロスから行きます。で、まあ言ったらアイスイズにね、ファイアーボール打ってくれたら打ってくれたで、正直美味しいかなと思います。で、スパーキーがあるので、ロケットもなかなか打ちにくいんですよね。よいしょ。これちょっとむずいですね。OK。そこに使った。そしたらこれカウンターですね。これトルネで巻くんであげて、小物ね、全部処理しつつ、このままカウンターで。よいしょ。これはいいんじゃない?ファルチの前にナイトがつくとよりね、いい形ができると思うんですけど、おしゃれなミニペックが、来ますね、やはり。よいしょ。で、ここは多分トルネでギリ間に合います。よいしょ。ファイヤーボールで、ちょっとでも通れば。オッケーオッケー。で、まあ、あっちはスペルが、ロケットじゃなくて、ファイヤーボールザップ。で、僕のスペルがロケットですので、最後の最後、残り、2、3秒でね、ロケットぶちかましてあげれば、多分、いけるんじゃないのかなと思うんですけど、で、相手がファイボザップで結構処理をしてきてるので、アイスイズでなんかファルチを置くと、多分相手はこのファルチを突破できない。ですので、ここにスパーキーとか来る可能性もあるんですけども、あ、待って、アイスイズの位置ちょっと変になった。これ逆にトルネでね、両方活かすようにしつつ、よいしょ、カウンターですね。で、このファルチの前にナイトをしっかりつけてあげることによって、このファルチがね、やっぱ行きますね。よいしょ。で、ファルチ2周目ですね。ファルチ上げですね、本当に。ファルチが、もうファルチで勝った。ナイスと言ったところで、まあ、相手ザップがあるので、リセットを、ここで一回ジャイ展開からのリセットがあるかもしれないんですけど、まあ、ロケット圏内。というわけで、まあね、これ結構ね、ファルチじゃなかったらきつかったと思うんですよね。もうファルチの優秀さですね。はい。といった感じで、まあ2枚あることによってスペル枯渇、まあアイスイズをおとりにさせてもいいかな。個人的にはファルチの方がやはりカウンターに、繋がって相手の処理にできるので、まあアイスイズを、まあ、先出しして様子見つつスペル使ってきたらね、クロスボウやファルチを展開していくのが理想かなと。思います。はい。で、今、実家帰ってきてるんですけど、
まあ実家だからと言って、まあ特になんもないですね。本当に周りにも、正直田んぼバックなんで、僕、岡山なんですけど、岡山の中のね、また田舎の方っていうので、本当に特になんもないですね。でも久しぶりになんかダーツしましたね。はい、なんか、岡山でダーツして、まあ若干遊んだぐらいですかね。マジで何もしてないですけど、岡山に来て。よいしょ。まあダーツぐらいはね、正直ほとんど僕もしたことなかったんですけど、人生で。まあちょっと前ぐらいかな、に何回かやったことあったとかなんですけど、まあ正直あれ運ゲーですね。マジで上手い人、本当の上手い人たちがやるとわかんないんですけど、僕らぐらいの、言ったら、まあ素人がやると、まあどこに当たるかとか、そんな狙ってもなかなか当たんないんでね。よいしょ。まあそれはそれで、面白いですけどね。よいしょ。というわけで、ファルチをこれできるだけ活躍させたいので、今ね、ウッドでノックバックさせて、ファルチをより一発ね、殴らせようとしたんですけど、ここ一回キング起動しますね。で、ダメージがちょっと痛いですけども、相手はペッカ工場ですね。はい、というところで、まあ、マジアチャがね、すぐ厄介かなと思います。ロケットがね、腐りがち。ですので、まあ、どうしようかな。相手はポイズンザップですので、やはりここもね、ファルチがすごい大事かなと、思います。というわけで、一回まあ、ナイト出しつつ、で、ワンチャンこれ、マジアチャで射抜いてきたら、瞬間、執行人でね、殴りたいと思います。おい。これは執行人届くぞ。よいしょ。よいしょ。これは届くぞ。で、このままね、カウンター。あ、待って、しかも、たまたま、美味しい。これはありがたい。で、相手もね、ボーイポイズンするしかないと。で、ここに多分エレクトロウィザーが絶対来るので、よいしょ、こんにちは。ああ、有能だった。全然違ったけど、まあ来たのは来たんでね。オッケー、このダメージめっちゃでかい。これもあとね、得意の引きこもりですね。よいしょ、得意の引きこもりです、こっからはね。で、まあナイトで逆にマジアチャを誘うみたいなのがありますね。マジアチャをもう使ってくれたら使ってくれたらすごい美味しいですね。まあでも、この展開だとちょっとまずいかも。クロスボウ置いて、まあ。相手もこのファルチがいるとなかなか攻められないよねっていう。これもね、やっぱマジアチャがすごい厄介なんで、これロケットでね、処理しちゃいます。ペッカもね、結構溶けるので、で、ポイズンをクロスボウに使うと、よいしょ、こんな感じでね、アイスイズが生きるよと、言った感じですね。そしたらまたファルチもね、防衛でいるので、まあ、スペル枯渇させるイメージ、ですね。そうすると結構楽に回れるかなと思います。で、もう残りここまで来たら無理にダメージとか攻めを通さず、防衛クロスしてね。もう逃げればいいかなと思いますね。これウッドしちゃおうかな。ウッドからのマジアチャを、ファルチで。いや、むずいか？あ、なんかおしゃれなことしようとして、ワンチャンやばいかも。まあ、でも、ファルチ強っ。これはもうね、ロケット圏内じゃないかな。ロケット2周回したいですね。防衛クロス残ってるので、ちょっとこの辺にね、ワンチャンエリキとかたまたま出てきたらラッキーだよねっていうのをしっかり狙いつつね。はい、最後はアイスイズトルネ、プラス、まあ、ファルチトルネでしっかり守っていけたらいいかなと思います。これが鉄壁ですね。マジアチャカエリキ来ますね。ついでに。カモン。よいしょ。はい、というところで、これカウンターにもなりますしね。ファルチゲーでしたね。ロケットで、グッドゲームという感じで、まあ、ダメージ通せるときに通しとくと、その後がね、すごい楽になりますね。もう守るだけっていうのになるんで、よいしょ。まあ実際ね、ちょっとクロス、相手に経験されたことは皆さんあると思うんですけど、初めに削られて、もう残り後半、まあテスラとかあるクロスとかも、クロス置いて、テスラ置いて、後ろからアーチャーセパとかも、みたいなね、もう絶望的なことたまになりますけども、よいしょ。それはね、まあ自分がやってあげればいいというわけで、まあ前半にダメージを稼いで、後半は防衛クロスをしてロケットで削ると。まあ上手い人になると、なんかロイヤルジャイアントとか、なかなかクロスボウが通んないんですよね。そういった時にもう防衛クロスをして、もうロケットとウッドだけでタワーを落とすみたいなね、こともクララリーグでね、あったりしましたね。よいしょ。もしかしたら、メガナイトの可能性がすごいありますね。メガナイトの可能性しかないですね。多分か、迫撃。と思うので、相手はスペルがないと読んで、防衛クロスからします。
よいしょ。これはね、ちょっとインドラが厄介ではありますね。インディ・ジョーンズが厄介ですね。これはコウモリを殴ってくれますね。オッケー。で、まあ、ナイトが焼かれたとしても、まあまあいいかな。で、相手はメガナイトスケバレのヤリゴブコウモリギャング、リガザップか雪玉かわかんないですけども、といったところで、変に攻めすぎると、メガナイトとインドラプラスのディガーでハードカウンター受けて、両サイド振られてね、持っていかれるっていうのが怖いので。よいしょ。あ、これ逆だ。なんでそっちの方が削れてんの？アイウィズじいちゃんだ。よいしょ。まあ、ここはカウンター、それはうまいですね。で、ここでしっかりキング起動して、あ、アイスウィズじいちゃんでよかった。アイスウィズ D ちゃんでよかったのネクストのナイトで、処理したことによってダメージちょっと受けちゃいましたね。まあでも、オッケー。ここでキング起動できたのはすごいでかいですね。相手に、大きなスペルがないので、ディガーとザップしかない。ですので、よいしょ。しっかりね、芋って、削っていければいいのじゃないかなと思いますね。よいしょ。これカウンター来て、相手結構攻めましてね、リガープラス生き玉で。まあ僕もハルチを割いたので、コストはトントンレベルかなと思いますけど。まあ一回ね、イモります。で、このボーイクロスを残します。インドラ後ろに来るかもね。囲んで。よいしょ、これ残りましたね。ここでチャゲりたいんですけど、コストがね。で、インドラが若干厄介ですけども、まあ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 。メガナイトかな？メガナイト受けされると若干厄介ですね。回りましたね。だってインドラもすごい厄介なんですね。はい。こう焼かれちゃうっていうのが、まあ辛い。まあ辛いけど、これロケット削りしちゃおうかな。間に合いますよね。まあ1800ですので、こっからロケット削りがなかなかどう出るかとありますけど、これザップ規定からのスケと思ったけど、あ、これ回転早いから多分追いついてない相手が。おい。で、これないと。これインドラが厄介ですね。ちょっと今ね、静かになったんですけど、親がね、親が部屋に入ってくるっていう親フラですね。なんで今ちょっとね、無言になりましたね。まあ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 、そこはね、はい、ちょっと、シーっていきましょう。あるあるですね。こう、僕は、まあ今はもう二十歳になってますけど、高校生ぐらいの時にも YouTube 撮ってたんで、その時とかに親入ってきて、こう、無言になるみたいな、動画没やんけみたいなことはね、ちょっとちょくちょくありました。よいしょ。はい、というわけでちょっとやばそうな雰囲気が漂ってますけど、あ、読み打ってぐらいしちゃった方がいいかもしれない。これずっと同じことしてるわ。なんかずっと同じことしてると相手も回転早いので辛いってやつですね。で、そろそろ仕掛けないといけないって感じですので、ロケット削りいっちゃいますか。まあロケ削りでね、勝てるのかって言われるとね、なかなか際なんですけど、なんかすごいチンディが飛んできた。ここワンチャンでもダメージ稼ぐしかないんですので。よいしょ。ワンチャンあるよね。マジで。入ってる入ってる。痛い痛い痛い。オッケー。う？いいんじゃない？で、まあ、ディガープラスザップがありますね。まあ、この辺に一回。ザップ裂いたのか？いや、これはでかいよ。これでかいよ。最後の最後の奇跡の大逆転。まあ、ロケットあるんだね、僕には。で、ここ多分、ズシャン。はいはいはい。オッケー。で、ナイト回して、ナイトを回して、よいしょ、こうファルチでね、しっかりチキンからの行きましたね。こういうことですね。もうハードカウンター、これグッドゲームですね。しかも相手はメガナイトを裂いたばかりというところで、まあ陸受けがね多分ない。まあ回るのかな、もしかしたら。階段早いね。あ、どうも、事故ってる、ありがとうって言ったところで、まあね、僕も負けだと思いましたし、視聴者さんもね、多分、あらっと今回負けたんだなと思った方、残念でした。僕が勝ちましたというわけでね。
こちらね、今結構調子いいですね。はい。6500まで来ました。なんで、こちらでね、またトロ上げ。そして、まあ、本若ね、ラットアカの方では今、ラム神器と呼ばれる、まあ、神器デッキを使っておりますのでね、そちらの動画も、はい、出します。よければね、見てみてください。という感じで、今シーズンは今まで使ったことないデッキを使うっていうのを自分の中で決めているので、また枯渇とかもね、出すかもしれません。ですので、まあ、ロイホグとかね、スケラとかはちょっとね、今お休みといった感じですが、まあ、そこはね、ご了承ください。では、よければね、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。